久保さん、今回闇にしましょうか。あのね、闇っていうワードを調べたらね、昔ね、2年前ぐらいにですね、楽天のフィッシングメールが来たんですよ。で、楽天の成りすましメールの闇を暴くっていうのが2600回再生されてました <laughs>。これありがたいですね。まあ、NHK と一緒で <laughs>、勝手に向こうから来て、で、それをネタにして利用したら、あの、再生数稼げるっていう <laughs>。 ありがとうございます,すごい、なんか、再生数。しかもね、これね、面白いことがあ、あの、グッドとバットあるじゃないですか。で、高評価12でバット0ですね。楽天なりすましメールの闇を暴くっていうやつなんですけど、バット0でした。で、グッド12。2600回ってます。ありがたいですね、これね。<laughs> まあ、基本的に僕の動画、バットは結構されるんですけど、これは何な,なんでしょうね、うん。闇を暴くといいらしいですよ。 いっ,っしゃい